こんにちは、アメリの白木雅人と言います。今更聞けないインナーカラーの極意ということで、カウンセリングのポイントなんですけど、こちら3つあります。まず1つが似合うカラーを提案できるっていうのが大事かなと思ってますん で今回はパーソナルカラーっていうのを用いて、その方の似合う色っていうのを、その次オータム、多分さっきよりちょっと暗い感じがするかなっていうイメージ、耳上1センチぐらいでいけるようにやっていきます。ブリーチの次に入れていくのがミルクティーということで、アディクシーカラーのシルバー、毛先の方とかはちょっと抜けにくかったりするんで、ちょっと薄めなグレーベージュというか、ちょっとミルクティーっぽく、ボブスタイルなんでインナー入れてるんですけど、